はい、どうもこんにちは、プロボーラーの水美です。いつもありがとうございます。今日は、サイボールでね練習してたんですけど、結構投げ込んだんでかなりレーンが遅くなってきました。で、いつもの水谷の投げ方ですとね、もういわゆる手前が走らない、行かないという状態になりますので、こういう時のちょっと僕なりのボールの行かせ方といいますか、こういうことすれば手前のスキットが出る、初速が出るんだよということをね、少しだけお話して終わりたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きたいと思います。今日ね、ザワンウルトラマリンに PAP にテープを貼ってありますので、これを使って、1球だけでやってみたいと思います。まずね、普通にいつも通りのウォーミングアップさせてもらいますと、こんな感じのレーン、こういって投げたら、はい、もうあんな感じで全然球がいきません。はい、スキット、フック、ロールという言葉がありますけども、スキット短い、フック速い、ロールしすぎるっていう感じの、いわゆるロールアウト状態になりかねないようなオイル量になってきました。もちろんね、ディープインサイド左へ寄ればオイルっていうのは、まあ、基本的にはメンテしてあるのであります。ここ投げるとビューッと、はい、走ってってくれますけども、まあまあ今のね、ゆっくり投げて右に行ってしまうとだいぶ投げ込んでるので、もうオイルがない状態になっております。で、今日ねこれを、まあ、いわゆる普通の状態で水谷がいつものボーリングスタイルで投げるとですね、こんな感じの、はい、手前は回転しないわ、奥は曲がりすぎてるというか、ポケットへ行けるほどの勢いがボールにないといいますか、ボールの性能はもちろんいいボールです。むちゃくちゃいいボールです。で、今のところは曲がりすぎましたよ、じゃあ今度ね左へ寄ってオイルあるとこ投げればいいじゃん、まあ、それがセオリーですよね。オイルあるとこ投げます、ピューって投げます、はい、ああいう弱い天秤になってしまいます。まあ、もちろんですよね、オイル使いすぎてフッキングに輸射角打たれてないので天秤倒れない、もちろんこのボールいいボールなんで倒れる時はほとんどです。でもやっぱりこういうねピン飛ばない時っていうのが増えれば増えるほどメンタルもやられますし、もちろん点数にもつながらないということで、僕が今日やりたいことは同じラインですけど少し奥までボールを押してあげようかなという感じに思っております。やることは至って簡単、いつもの水谷の背筋のプッて伸びてる感じから肩を少しだけ前に持っていこうかな、まあ、いわゆるレベレージというのを取るというような感覚ですね。前傾をちょっとだけ取りに行きましょう。するとですね、あらびっくり、あらびっくりなんですけど、ちょっといきますよ。ちょっとだけ前傾取るつもりでいきます。こういう感じにすると、ちょっとやりすぎましたけどね、まあ、レベレージ取りすぎた上にすっぽ抜けでしたけども、はい、初速がね案外出ると思うんですよ。要はボーリングのスイングっていうのはこう円を、肩を支点に振り子運動っていうのを、まあ、初心者の方は特に言うと思うんですけど、振り子の向きがね前に大きくなるんで、はい、いわゆるただの円ではなくなるという感じになるんですよね。ですので、まあ、振り子運動とはちょっと離れてしまうところが多いと思いますけど、前に大きくしたい、前に大きくしたい、はい、するとねボールの回転こそ変わらないというか、回転少なくて多分バカにされるんでしょうけど、これもうスキットも出てくるし、先でのアクションが出やすくなると思うんですよ。ちょっとしたことですよ、本当多分ね、見てて、そんなん変わってますかっていうレベルじゃないかなって、自分では正直あんま分からないんですけど、うちのスタッフレイヤー君に見てもらったら、まあ、そういうのがたまに言ってんちゃいますっていうふうに今言ってたんで、もう一回前傾取りますよ。こういう感じ、こういう感じ、はい、するとねやっぱりメリハリがしっかり出てくるようになると思うんですね。ちょっと僕も久しぶりの試みなんで、今思いつきで動画を撮ってますのでね、まあ備忘録みたいな感じにしようかなとか思ってるんですけど、もう一回
いつも通りの水谷の前傾がない状態の水谷行ってみたいと思います。これ伸びたやつ、こんな感じになる。はい、なんか球がいってない気がしませんか、見た感じで。あれを前傾を取るということは、まあ、いわゆるねフラットポイントが V から U になるという感じにもなってくると思うんですよ。もう一回いきます。イメージはトップからいつもはこういう感じで投げてるやつを単に もっと低くこうしてるだけっていう、踏み込みとかは何も特に意識してないけど、腰をこうしっかり折るというか、前にただ本当に前傾してるだけ、こういう感じで前傾してるだけ。はい、全然球がボールが絞れてるからかも分かりませんけどね、前に掘る分ねって思ってるんですけど、これできるできへんでえらい差になるんじゃないかなってちょっと思ったりしてます。はい、もう一回、今度は同じ立つ位置からビローンっていつものいつものビローン状態ね、上に伸びちゃった状態、掘り投げすぎた。はい、なんかしょぼい球がいっちゃった、上に投げてしまいました今ね。不器用水谷は両方うまくするっていうのがどうやらできないみたいです。はい、まあ、いわゆるなんとかの一つ覚えっていうやつですね。はい、こう臨機応変にできないのが僕の悪いところ、プロっぽくないところですけど。はい、前傾取りに行きます。前傾取りに行きました。ほら、打ち絞ってもスーッといって、スーッといってる分先のリアクションがいい気がするなっていうのが伝えたかったんです。これが表現が難しいわ。はい、もう一回前傾姿勢取った上にサイドローテーションをちょっと増やしてみましょうか。これできたらちょっと成績上がるんじゃないかな。これができたらね、ほら球がしっかり切れてる気がするな、この遅いレーンで。てかボールがいってる気がしますよね、やっぱりね。最初の一本投げのデローンっていうレーンとは思えやんぐらい球がいってる気がする。同じことがですね、天秤でも言えることかも分かりませんね。天秤ね、これ僕今 T ゾーン新しく開けたんですけど、これ背筋が伸びてる状態だとこんな感じ、ちょっとスペアボールとはいえもうレーンオイルがないのでああやって変化してる感じなんですけど、これを前傾姿勢取りながら立つ位置変えませんよ、前傾姿勢取りながら投げたらどうでしょうね。ちょっといってる気がするんですよね、やっぱり手の回り方とか乗り方とか、ボールをホール角度にもよると思うんですけど、今のがやっぱり気持ちよく天秤に当たっていってくれるんで、やっぱりレベレージっていうのは大事なのかな。まあね、骨格とかによってできるできへんがありますし、まあ、膝の調子とかもね踏まえて、まあ、できる方だけ見ていただければいいかなという気はするんですけど、もう一回前傾取りたいと思います。前傾姿勢を出しに行ってみようか。行き過ぎてるやん行き過ぎてますやん。よし、じゃあね、最後しっかりこの今の今日やってみた取り組んでみたことでストライクが出ればこの動画終わりたいと思います。最後見てくださいね皆さん。てか内容のある動画に仕上がればいいなと思っておりますが、どうでしょう。どうですか。おー、せーてなことで、ちょっと
ボールを手前を生かすための取り組み、水谷も取り入れてみたいなと思いますので、興味ある方はね、ぜひ皆さん私と一緒に取り組んでみましょう。ちょっと肩の位置が前に来るだけです。リリース変えてるつもりはありません。多分体の使い方が変わってくると付随する動きも変わってくると思いますのでね、これから僕も、勉強しながら、この動画が合ってることを願いながら今日は終わりたいと思います。はい、ということで本日の内容、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。